はい、ガルモ続きからやっていきたいと思います。かなり久々な、何そのポーズ、かなり久々な感じになってしまいました。多少着替えているのとどこがっていう、多分スカート変わったぐらいかな。あんま可愛いアイテムがなかったので、で、まあ、入荷とかもちょくちょくはしたけど、そんなにかなっていう。でとりあえずちょっと屋敷っていい、なんか何かしら増えてると思うんだよね。結構いろいろとしたのよ。これなんだっけ、ゲットっていうのを、もうゲットしたやつなんだ。あれ？もうしたよね。あれ、何も入手してない、もしかして。私、あ、あ、そう、カラコンをね、いっぱい集めた。うん、お、ゲットになった。はい、そう、無駄にね、カラコンはいらないのに買ったもん。これいけんじゃない？あ、160種類になりました。これでまあなんとか。でも正直ね、在庫数は増やせたもののお金がなくて全然ね、ちょっと厳しいなっていう。もう一回いける？あ、すごい、どんどん溜まる。マジか。あ、仕入れた数によるんだね、これって。以上かな。さよなら。じゃあ、お店やっていきましょう。ちょっとほんとお金がないんだよ。お店のお金が、多分今5万、5万6万ぐらいよ。貧乏貧乏。うん、うん、してるわよ。まさか同じアイテムや似たようなものばかり買ってない。ちょっとこれはね、刺さるものがあるわね。あの黒を買いがちなのよね。許してほしい。あまり偏りすぎに、うん、ごめんね、なんかごめんなさい。いや、ちゃんと意識してピンクも買おうかなとは思ってるよ。思ってるけど、上の人すごいね。昔バレエを習っていた。何にでもマヨネーズをかける。やだ。私もそういう時期あった。そういう時期あって、マヨネーズかけてた時期でも、もうなんかいらないと思う、マヨネーズ。うん、新しいパンダが欲しくなっちゃって。じゃない、こういうことじゃない、好きそう。いけるかな、お客さん。ギャル系でしょ。あ、ダメだ。またね、ちょっとブランド、記憶喪失よ。あ、でも違うか。ちょっと待って。こっちではない。これ。はい。違ったらどうしよう。あ、よかったよかった。まあ、おしゃれかどうかはね、ちょっとコメントは差し控えさせていただくんだけど、なんかまあ、あ、じゃああれにしなくてよかったね、最初に選んでたやつね。そう、あのね、本当にブランド、未だ覚えられなくて。あ、お店のお金10万あったんだけど、あれ？いつ増えた？あ、なんか変なの来た、キモい。濁点が多いわね。ボンジュール。パリオ。ちょっとネーミングがやばいんじゃない？美の不死鳥。美の不死鳥。死んじゃったんだろうね。不死鳥ではなかったわね。え？有名人なの？あの、バリオだよね。この店に来るなんて。まさか。細かい話はストップ。まず、あなたの目を見に見せなさい。いや、やだ。あ、ちょっと、口そこなの？私、この黒いの口かと思って、ごめんなさい。コーディネートに自信があります。コンテストに出場したい。なるほど。まあまあ、出場したら私勝っちゃうわよ。ミノコロステをコンテスト会場に招待するわ。おお。まさかの話が進んだぞ。今回もう何も進まないと思ったの。ただお店やって終わりみたいな。やっぱりこのことだとね。
カリスマ店長たちが集まりコーディネートを競い合う美のコロシアム。それがファッションコンテストなのよ。ああ。店長であれば誰もが一生夢に見るステージ。まあまあもう勝ちますよ、そんな出ちゃったら。いいの？なんかもう、ねえ、コンテスト泣かせになっちゃうね、ほんと。謎に。ペアを組むモデルさん？うん。優勝すれば商品がもらえるわよ。それだけじゃなく、現金がもらえる。優勝は、そうですか。髪型やだな。どうしてそんな髪型してるんだろう。はい、行けばいいのね、とりあえず。最後に行ってみたら OK。 でもさ、それってさ、服は用意してくれるのかな。こっちで用意するんだったらもう終わりよ。ボロ負け。コンテスト会場ね。なんかもうほぼほぼの行ける場所は開いたんじゃない？はーい。選び抜かれたアイテムと一流のモデルさんたちがその登場待ってるわ。はーい。参加するわよ。え？商品、カウガールベスト。別にそれはそんなに欲しくないけど、ペアを組むモデル、あやこだって。はーい。チャオ。彼だよね、多分。コメントであったオカマ出てきますみたいな。不安がらなくていい。お店でのコーディネートと同じようにやればいいんだ。素敵、かっこいい。本当に同じ男なの？あ、こんにちは。あ、この子なんだ。じゃあよかった、勝てそう。なになに、どうした？髪の色やばくない？単色すぎる。コンテスト出場なんてすごいでんな。あ、そう、大阪弁なのか。でもあんまり私この人と関わってないのにね。謎に応援された。全然関わってないよ本当に。え、やだな、なんか何この人本当に。服の色が嫌。準備はちゃんとしてきたかしら。してないわよ。やばい、店長たちをチェケラするわ。チェケラ、うん、あずき堂だってお菓子屋さんに変えた方がいいんじゃないねえ。ロビンの陽子さん、ちょっとよくわかんないよね。ロビンって名前かもしれない人もね。サンブライトのヒロミ、この人がライバルじゃない？だってサンブライトってちゃんとした名前だもん。あ、私かわいいな。自分で言うのもなんだけどめっちゃかわいい。シンプル&カジュアル。ああ。休日のリラックスしたコーディネート目指すのよ。奇抜なコーディネートにする必要はないわ。オッケー。え、単色のアイテムでコーデしてみたらどうだ。ヒントありがとう。ヒントありがとうだけど、私の思う単価、そのさ、待って、ブランドでさ、これってさ、絞った方がいいんじゃないの。あ、てか全部ブランド、そこは違うの、違うのも混じってるね。休日でしょ？やっぱラフさって大事だと思うのよ。やっぱジーンズじゃない？やっぱラフだよね。ラフだよ。今イントネーション死んだね。ラフだよね。何これダサ。カエル長グッズ。絶対嫌。え、ローファーぐらいで可愛くない？あ、でもな。え、こんなんしかないの下。思ってたよりちょっとアイテムが微妙じゃない？スカートの方がいいのかな。じゃあこれは絶対ダメ。アズーサだもん。ダサいスカート。ワンピースないわけでしょ。でもこれし、あーし、出す、うーん。真剣に悩んじゃうわねこれね。あー、シャツありだね。とりあえず中をさ決めよう。これでいいんじゃない？あーでもな、もうこうなんかさ、それっていうか、こっちにしようかな。奇抜？そうでもないよね。じゃあこれの方がいいか。これに、
ったら緑ダメだよね。めっちゃ真剣に悩んでる私。やっぱだって1回目だからさ、負けたくないじゃない、やっぱり。どうしても。ワンちゃん下を変えることでさ、あーでも、おださいわね。おがついちゃうわ。おださいわ。履く必要性はあんま感じないんだよね。ですからアイテムこんだけ？はい。いいんじゃない？でも割と、可愛くない？あのアイテムの中では頑張った方でしょうよ。と自分を褒めてあげたい。素敵なコーディネートね。どうもありがとう。こちらこそありがとう。そうね、あなた次第よ、結構。パーフェクトに力を出してコーディネートできた？それを言われるとちょっと違うかなってね。はい。頭気道はね、多分無理だと思う。勝てないと思う、私に。歩き方。歩き方ちょっと怖い。くねくねしすぎ。あ、でも小豆堂割とちゃんとしてない？なんか赤で上、なんか赤と白でまとめてて。どうしよう。なんかさ、今までのガルモってもうちょっとみんな奇抜だったじゃない？どうしたどうしたみたいな。あ、勝ったな。これはありえないわ。なんでこんな赤いの？これには勝ったでしょ。余裕余裕。もはや負けたら私ちょっと、あ、かわいい。ちょっと待って、やっぱりサンブライトが私の敵だったと思う。コーディネート普通にかわいい。マジか、やばいかもね。これちょっと焦りが出てきたもんね。ああ、こうやって見るとあんまりかわいくないかも。失敗だね。靴の色がちょっと白なのがちょっと良くないと思う。ファッションを感じるかな。審査員誰なのよ。ありがとう。とても盛り上がってたの。大丈夫、自信を持ってね。ちょっと自信ないのよ。よかった、本当。どういう風に発表されるんだ。はい、特別賞。ここにだから名前出ちゃったら終わりよね。あ、やっぱサンブライトなんだね。ひろみさんやっぱりね、センスあると思う。毎日磨くのよ、いいセンスしてるんだから。負けないで頑張るの。そうね。優勝者を発表したものは、これでは勝ったんじゃない？最初は大体勝てるものなんじゃないの。違う？あ、びっくりした、私だった。誰とか思っちゃった、一瞬。私、こういうのだった。ああ、コーディネートだったわ。美の不死鳥であるミニが認めてあげる。あ、まあ、美の不死鳥かどうかわからないけど。まあ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 。すごい、症状ありよ。あなたは当ファッションコンテストにおいて、当初の通り素晴らしい成績を収められましたので、ここに称します。まるで学校のようよね。学校でこういうのもらうよね。ね、やだ、ね、私も感動してるわ、あなたのおかげよ。ありがとう。あなた誰なのよ。すごい人ですせ。やだ、服の割に関西弁なのがまた何とも言えない、ね、あの服のね、あれで。ほんと、みんな泣いてくれるよ。ありがとう。ほんと、まだ何かあるらしい。行っておいで。イケメン。あんまり私好きじゃない。ちょっといいですか？誰？誰あんた。いたね、でもこの子なんか一瞬いたよね。一瞬すぎて覚えてないんだけど。いい写真、いい写真。ああ、まあまあ、まあまあね。まあまあだわ。よし、おめでとう。みんなもすごく喜んでいるよ。でも実は君に聞いてもらいたいことがあるんだ。何？今回優勝したコンテストは新米店長のためのビギナーコンテストだろうね。そうよ。誰よ、今そうよって言ったの。
うん、コンテストはこれで終わりだと思わないことね。まだまだ先は長いのよ。ビギナーコンテストに優勝したあなたを次に待ち受けるのはズバリブロンズコンテスト。すごいな、何この人たち横のねえ参加資格はお店ランク星1個であること。その分だけレベルも高くなるわよ。確保しなさい。それからコンテストについてもう一つ教えてあげるわ。優勝したコンテストは毎日何回でも参加できる資格を与えるわ。あなたが優勝したのはビギナーコンテストだから、これからはビギナーコンテストには毎日何回でも参加できるってわけ。ああ、そうなんだ。コンテストで負けちゃうと次の日も参加できなくなっちゃうから注意して。一人前の店長を目指すならまずブロンズコンテストにいらっしゃい。待ってるわ。君の目を見れば何を考えてるのか俺にはわかるよ。ただ今日は家に帰ってゆっくり休んだ方がいい。へえ、よく頑張ったね。それじゃお休み。やだイケメン。きっと散歩でもされながら帰られるのでしょう。あやめさんから写真が届きました。写真、捨てるって何捨てるってひどくない？受け取っとくわよ。だってなんか捨てるってひどくない？あ、でもあれか、枚数的によ、なんていうの、限界を迎えたら捨てなきゃいけないのかな。ね。あ、優勝商品が届いています。はい。タッチしてみよう。今回よくやったわね。ご褒美の商品を送るわ。次もあなたのセンスに期待しているわよ。アデュー。はーい。まあ、そんなに欲しいなっていう服ではないね。なんか。雑誌？あ、あなた雑誌記者ね。お元気でしたか？お元気ですよ。あとは誰？雑誌のモデルをやっています。サリーさんっていうんだ、あの人。コンテストで活躍してはるゆうたさんにぜひとも雑誌の取材を願えお願いしたくてこうしてきた。読みにくいのよいきなりでびっくりかもしれませんが雑誌取材をさせてください。まあいいわよ上から行くよ。いいわよ。早速雑誌の取材させてもらいます。今シーズンおすすめのアイテムを聞いてください。え、秋ってことよね。私これがいいんだけど、ダッフルコートかわいいなと思うんだけど、でも多分違うんだよね。私がつけてるこれでどう？うん、おすすめのアイテム、もう一つおすすめのアイテム。今のに合わせるんだったら、でもないな、別に合わせたいなっていう服。どうしよう、ない、くそ、もっといいの入荷しとくべきだったな。ね、ミスったね。これはあ、もうこれスタイシアねあ、コーデード私がするんだ。あ、マジか。めっちゃじゃあおしゃれにしないとね。これだって私何でもいいわけでしょ。じゃあさっき選んだアイテムは使ってあげた方がいいよね、多分。あ、声枯れてきちゃった。ってなると、現状お店にある服ではきつくないか。可愛くするの。ね。なんかさ、それこそさ、家というか、マイルームにある系の服を使ってよければさ、もうちょっと、可愛くも仕上げれそうだけど。ちょっと、これ可愛くするの無理じゃない？
え、絶望。アイテム入荷を怠った私がね、悪いんだよ、これは。いや、怠ったわけじゃないんだよ。ただね、ちょっとこれいいなってアイテムがあんまなかった。これでいく？仕方なしよ。大丈夫かな？あ、でもまあまあまあ、セクシーな感じじゃない？ねえ。こうやって売ったことにはならないよね、多分ね。さすが、本当？あ、終わり。あ、売れたことになるんだ、これ。いくらでもいいよ。自分の金じゃないもんね。21万になってよ、やったね。はーい。なんかまさかの展開、意外と話が進んだわね。意外と。これさ、あ、ちょっと変わってない？前こんなんだった？男の子あんま可愛くない。あのさ、おすすめって言ってるさ、なんか、ちょっと色やばいよね。上品なジャケット、個性的なベルゾンはいいんだけどさ、モデルが悪くない？なんか。あ、秋のおすすめカラーだって。山吹色。なんかあんまりちょっとおすすめするには違くない？10月号。あ、これ月で変わるんだね。じゃあ、リアルとやっぱ連動してるから。次は11月にならないと変わんないのかな？どうなんだろう。じゃあもう一人ぐらいやる？この子すごいから。ポーカーフェイスのフリーでもすぐバレてしまう。ああ、それは残念ね、なんかね。すごい。どうし、なんか目でかい。あ、買いたいの、それ。それ誰も買ってくれないと思ってた。え？買えよ。ね、買えよね。まあ、いいか。じゃ、今回はこんな感じで終わろうかな。次回までにまた入荷したり、いろいろしとこう。じゃないと。だってさっきもね、アイテム、雑誌の子に使っちゃって売り切れたしね、何個か。はい。じゃあ今回これで終わりたいと思います。バイバイ。